どうも、国さんです。今現在私はですね、千葉県の九十九里町というところにね来ております。今海岸のところに来てるんですけども、後ろにおりますのはね、前回の動画で出ていただいた千葉県の友人であります千葉ちゃんです。おはようございます。今回の動画の内容なんですけども、今回ご紹介するお店なんですけども、お店のね形がですね、なんか船のような形をしているお店でして、そこのね海鮮料理がですね大変美味しいとね、こちらの千葉県の九十九里町で人気になっているお店になります。今回ねご紹介してくれたのが、後ろにいる千葉ちゃんの方からねご紹介していただきまして、それでねついでに皆さんにねご紹介しようと思いまして、今回動画を撮影しております。それではですね、今回ご紹介するお店をね外観ご紹介しようと思います。今ね海岸沿いにいるんですけども、海岸線沿いのねもうすぐ目の前にあるお店になるんですけども、こちらになります。はい、目の前にあるんですけども、拡大しますと、はい、こちらになります。形が船になってますよね。こんなお店あるんですね。はい、お店の近くのところまで来ました。お店の外観はですね、はい、こちらになります。サビリ食堂さんになります。ここはですね、イワシ料理とですね焼きハマグリ、これがね人気なお店となってるようです。普段はですねかなりね人気なお店なので、1時間ぐらいね並んで待つ、まあそんなお店なようです。それではね店内に入って料理ねご紹介していこうと思います。それではお店の方行ってみましょう。Keep on pushing through Cause I get upAnd I may fall right back down, but you love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up.まずはアルコールなしだけど、はい、いただきます。ありがとうございます。うまいっすね。うまい、うん、いただきます。うん、レアだ。これくらいが一番美味しかったんですね。いただきます。美味しい。あ、これ贅沢だ。いただきます。濃い濃いね、味うまかった。中身のだし、お汁をいただきます。おお、おいしい。これはうまい。たまらん、たまらん。これは来ちゃうね。はい、並んでても食いたくなる。これ近くにあったらあかんわ近くにお店あったらあかん。Twists and turns and the sun beats down and it burns, but I keep
keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this. 次はみりん干し。みりん干しです、うん、ちょっと甘い感じなのか。あー、でね、これはこれでもううまい。初体験、いただきます。うん、あ、これ酒のつまみだ。完全に炙りながら食べてもなんか優しい味、はい、煙出ちゃうかもしれないんですけど、はい、うん、炙ったやついただきます。うん、炙った方がイワシの味がしっかり出る。うん、うまいね。ほんのり甘い感じがうまいですよ。うん、うん、いただきます。うん、うん、あ、これも赤うわ、うまい。一皿じゃ足りないやつですよ。足りない、一人一皿だな、うん、俺はさっぱりしてるけどイワシの旨味がギュッてしてて新鮮で、ご飯これシャリうまいね。シャリも、臭みが全くないもんね。はい、これでですね、イサビリ食堂さんのご紹介以上となります。今回の動画いかがだったでしょうか。外観がびっくりするようなインパクトのあるお店で、今回食べた料理どれ食べても大変美味しかったです。地元民のご紹介してくれた千葉ちゃん的に久々だったんだよね。そうですね、うん、何ヶ月ぶりぐらい、何年と来てなかったんで、まあ、ここでまたうまいっていうの分かったんで、うんうん、ちょこちょこ来ようと思います。地元民もね、愛されるお店というところの場所なので、まだここの店行ったことない方はですね、このイサビリ食堂さん行ってみてください。それではですね、今回の動画は以上となります。今回の動画がね、参考となりましたら、グッドボタン、高評価ね、それとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。